にちは、アコースフェア奥沢とアコースティックサウンドオーガニゼーションの麻生です。僕たち2人による番組ウクレレレッスンカフェ、今回は第2回になります。今回は名曲ダンスウィズミーをですね、ギターとそれからウクレレで演奏するアレンジメントを作りました。今回の目玉は、ギターによる、グルービーな、伴奏ですねというものを皆さんにお伝えしたいと思いますので、まずこの後僕たちのライブ動画、そしてその後のチュートリアル動画を見ていただいて勉強していただきたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。演奏動画、それからチュートリアル動画の方を見ていただきました。いかがでしたでしょうか。ここでワンポイントアドバイスなんですけれども、この曲のをグルービーに弾くポイントは右手の指の動き方です。それで、ですね、オフビートを表現するというのがすごく大事です。そのために指をですね、こう同時に使うではなくて、アルペジオのように割ります。みたいに割りながら、そしてその中でオフビートのリズムに合わせて正確に表現する。こういうことができると、いろんなグルーヴを扱えるような、右手の、形ができてきますので、ぜひぜひ、トライしてみてほしいと思います。それではここで、麻生君の方からお知らせがあります。東京南荻窪のアコースフィアギタースクールにて、ウクレレとギターのレッスンを行っております。初心者の方から丁寧にレッスンを行っておりますので、ぜひお越しください。よろしくお願いします。ね、僕の方もやっておりますので、よければ、皆さん遊びに来てください。それではまた次回、ギターレッスンカフェでお会いいたしましょう。See you next time. Bye bye.